こんにちは、バランです。今日はドライフラワーと着色剤を使ってパーツを組み合わせて作るピアスを作りたいと思います。色は今までブルー系がとっても多かったので、今回は赤や緑、黄色系を作っていきたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、着色剤として使うアルコールインク、タカラネイルレジン着色剤マスタード、レッドとブラック、この4色を使って色をつけていきたいと思います。今回使うモールドはパーツクラブさんで購入した丸や四角などの枠が取れるモールドを使っていきたいと思います。今回はここの四角の部分を2種類パーツを作って、その2つを組み合わせて作る形はとってもシンプルなので作りやすいデザインとなっているので、ぜひご覧ください。今日使うドライフラワーは主に3色を使ってみたいと思います。赤系のドライフラワーとグリーン系、黄色っぽい色味のものを用意しました。
ということで今回は2つの四角いパーツを組み合わせてピアスを作ってみました。いつもブルー系を作ってしまうので今回はあえて違う色味で作ってみました。ポイントとしてはこのドライフラワーのお花の色味とこの着色剤の色味を揃えることです。もちろん違った色味で作ってもいいんですけど今回はちょっとこう統一感を出したかったのでお花の色味に合わせて着色剤を使って色をつけました。もちろんあえて反対色を作って組み合わせても可愛いと思うのでご自分の好きなお色味で作ってみていただけたらとっても嬉しいです。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしこのアクセサリー少しでも参考になればぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。